きな小説は、あれですね、子供の頃よく読んでたのがシャーロック・ホームズのシリーズですね。まあ、イチローとかですかね。まあ、京浜東北線。あ、先日電車に乗ってて、なんか席が空いたなと思って、空間空いてるなと思って座ろうとしたら一人分空いてなくて、ケツが隣の人のももに着地しちゃったことです。昼間はプロ野球のデーゲームを見る、でその後は、まあ、ゆっくり過ごすって感じです。